うちのおかみさん、結婚して40年、いてもいなくても関係ない間柄ですが、月に一度だけどうしても必要な時があります。そう、散髪の時です。おかみさんも空模様もお天気の良さそうな日を選んで、前の晩からご機嫌を伺います。こんな顔をしているときは間違っても頼めません。おかみさんには床屋の経験はありませんが、なかなかの手つきです。白髪だらけの髪を愚痴も言わずに切ってくれます。あと何年続けてもらえるのでしょうか。お互いに健康でいたいと願うばかりです。